呼吸博物館にやってまいりました。今見えているのが正門、その向こうにバスが止まります。そしてこちらです。はい、まあ広いわ。ですね、まあ主に清朝時代の宮廷にあったもの、清朝を倒して、政権を取ったのが中華民国ですが、その中華民国の初代孫文っていうんですか、孫中山っていうんですか、その孫文とその後蒋介石が共産党軍に負けて、この台湾に引っ越してくるときに、清朝時代の宝物を全部台湾に持ってきたんですね、蒋介石が。でその宝物だから、歴代中国の宝物が清の宮殿にあって、その清の宮殿にあったものをここへ持ってきてるので、おそらく中国の、歴代政権の宝物はほぼ台湾のこの故宮にあると言ってもいいでしょう。はい、すごい博物館であることは間違いありません。呼吸博物館のチケット350ニュー台湾ドル、今のレートだと1350円ぐらいですね。はい、ガイドマップです。はい、呼吸博物館3階国宝展示室です。そしてもう一つ、白菜コオロギ。あれ？白菜コオロギどこいた？白菜コオロギありません。あれ？なんで？残念ながら、来年の2月28日まで、貸し出されてます。本来ここにあるんですけど。今回ありません。はい。